魔人はどうした？心配はいらん。もうここには化け物はいない。俺が片付けておいた。貴様との戦いに水を差されたくはないからな。魔人はどうした？心配はいらん。もうここには化け物はいない。俺が片付けておいた。貴様との戦いに水を差されたくはないからな。サイボーグのお前が最終兵器など手に入れてどうするつもりだ？そんなものに興味はない。俺はギルドのただの殺し屋に過ぎん。俺の興味のあるのは殺しがいのある人間。貴様だコブラ。ありがたいね。そんなに好かれているとは思ってもみなかった。ここまでだコブラ。貴様をこの先へは行かせん。地獄でまた会おう。まだ終わっちゃいない。勝負はこれからだ。貴様、まだ生きていたのか。俺の肉体に宿る全ての怒りをこの一撃に込めて。言ったはずだ。俺にはサイコガンは無力だとな。くらえ！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 まだだ。まだ終わっちゃいない。恐れ入ったぜ。確かにお前は常人離れした人間だよ。並の体力じゃない。不死身と呼ばれるのもまんざら嘘っぱちではなさそうだ。よせよ、褒められるとほっぺたが赤くなる。だが俺には勝てんのだ。そううまくいくかな、ボーイ。何の真似だ。バカめ、ひでも違ったか。賭けは貴様の負けだ。そんな手が残っていたとは。こんな手で悪かったね。切り札ってのは最後まで見せないもんだぜ。遅かったな、コブラ。最終兵器は私のものだ。ビガロか。よくやるぜ。王の鎧を着て何のお芝居だ。どっかで仮装パーティーでもあるのか。私は最終兵器を手に入れた。私がこの宇宙の支配者になる。これは帝王にふさわしい衣装だよ。最終兵器、どこにそんなものがある。バカめ、自分が探しているものがどんな形をしているかも知らなかったのか。これが何に見える。何なんだ、茹でたもんか。そう、確かにこれはまだ卵だ。しかしなんだあの光は。見るがいい。これから生まれ出るものを。これこそ火星古代史に伝わる伝説の最終兵器。なんだって。ここは死ぬにはいい場所だ。あれはビガロ。これでギルドはこの宇宙を支配し得る。ギルドだと？ギルドがどうした？え？何ですって？わからないか。今や我こそが全宇宙の帝王。ギルドも何もない。私が支配者なのだ。なんだあの目は。あれはレーザー弾が戦車に変化した。帝王は一人でよい。お前たちはもう必要ない。ギルドを裏切るつもりか。卵から刀に、そしてレーザーガンに、そして今また戦艦に変化した。これはその目で見た兵器の能力を自分のものにできるのだ。これが最終兵器の恐るべき秘密。これは進化する兵器なのだ。飛行するものを見れば飛ぶ能力を、潜水するものを見れば潜る能力を、ミサイル、そして反物質砲と、これはどんどん巨大な兵器に成長を続けるのだ。最後にはいかなる兵器に対しても完全に無敵の存在となる。これこそまさに絶対兵器。コブラは地獄で寂しがってる。お前たちも一緒に行け。あれは。まあ、生きていたのか。俺の名はコブラ。不死身の男さ。サイコエネルギーは怒りによって増幅されるんだ。最終兵器も俺の怒りで撃つサイコガンは理解できまい。俺の魂の雄たけびを貴様に食らわせてやる。Oh, oh, 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 oh.